ははいこんにちは福子です、えーとね、先日からですね、えー、約3ヶ月間、悩みに悩んだこの、ね、ユーロスイス、今回やっと、ね、助かりました、利確できました、ユーロスイスの売りがねやっと利確できました、ちょっとねこれ見てください、えーとね、かなりね、えー、と売り上がっていたんですけどもね、ねなんとかやっと、えー、これ先週の金曜日に、ね、売っちゃったんですけども、まあ、先週の金曜日でね、 これだけ、はい、全部で、ね、4万2313円、ね、利益が出ました、この辺から、ね、もうこの辺りからずっと買って,ってねもてやっと下がってくれたという、ね、あの欧州が、ね、ちょっと議会が、ね、不安がありましたんで、ね、議会選挙の不安があって、ね、フランスが、ね、特に今度与党は、ね、敗れるんじゃないか選挙でということで、ね、優良が、ね、暴落しましてそれにつれてです、ね、なんとか、ね、助かって利確できました。 本当ね、大変だった、うん。もうこの辺からね、ずっと上がってたんで、約3ヶ月間ですよ、3ヶ月間、3月15日からずっと売り上がっていって、えー、やっとね、利益が出たっていう感じですね、こうやってね、4万2313円、ねえー、苦労しましたね、うん、もうね、本当ね、大変だった。そういう感じでね。 やっと、ねえー、助かったんで、ね、まあ、次回から、ね、またやっていこうと思います、トレードをね明日からもね。えー、ただ、ね、慎重にやっていきます、これからね、えー。今回の失敗は、ね、やっぱり、ね、スワップを考えてなかったんですよ。えー、ユーロスイスの売りというのはマイナススワップなんですよ。つまりどういうういことかというとか えー、長引けば長引くほどね、放置すれば放置するほど、スイングがあればスイングがね、長引くほどね、マイナスアワップでね、えー、どん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 ね、借金みたいにね、えー、お金が減っていきます、だからね、これからね、できるだけね、プラスアップ、つまりユーロスイスやポンドスイスなんかはもう買いで入ると。 ユーロポンドなんかはね、売りでね、売りの方がね、プラスワップなんで、売りで入るとかね、えー、ポンドオージーなんかもね、えー、買いで入るとね、そういうふうにね、できるだけね、えー、プラスワップで入るようにします。 ねえー、できるだけ、ね、本当は、ね、もう毎日、ね、1日で、ね、デートレイをする予定だったんだけど、ね、もう3ヶ月も長くきました、ねえー。今回いろいろ勉強になりました。ね、また明日からも、ね、こうやってやっていきますので、ね、またこうやって、ね、動画もどんどん,どん,どん、ね、アップしていきます。ね、だから、ね、ぜひ皆さん、ねえーごのね、ご集中、ねえー、皆さん,、ね、どんどんどん,どん、ねこうえー、遊びに来てくださいね。 えっとね今ね、資金がどれぐらいあったのかな、結局ね、結局ね、えー、っとね資金がこれは、はい、26万6千円ですね、えー。10万円からね、今,今年、えーっと、平成6年の1月9日から始まって、10万から始まってね、今現在26万6760円です。なんとかね、増やしていこうと思います。まず30万目指します。30万目指したら、ロット数、入れるロット数が、ね、倍になりますんでね、私の、ね、手法ではね。今で 0. 0 1> 1ロットは、ね、今はね0.01ドットと0.02ドットをね、えー、入れ込んでね、えー、そしてねマーチンをやってますけどもこれからはね30万超えたらね0.02ドットでね、えー、2ドットでねずっとねマーチンしていきます。 ねえー、それではね、またね、えー、動画をね、流していきますんでね、アップしていきますんでね、えー、またね、ご視聴のほどをね、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もね、えー、皆さんたち、よろしくお願いいたします。それではまた